はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、コシヒカリエチゴビールです。エチゴビールの、というビールですね。一応エチゴビールということで、全国第1号地ビールということで、まあ、前回飲んだエーデルピルス、ちゃうわ、なんだっけ。エチゴビールのなんちゃらかんちゃらって。あれの、無印バージョンみたいな。新潟の自然が、育んだ美味しいコシヒカリと水を使用し、ドイツ伝統のデコクション製法で仕込みました。すっきりとした喉越しとキレが特徴の辛口ビールです。ということで。これ値段300円近く。250円ぐらいだったかな。アルコール度数5%ですね。エチゴビール株式会社。新潟県の、新潟市にあるところですね。まあこれ、イオンでね、なんか、4種類ぐらいまとめて売ってたんで、買ったんですよ。あ、これうまい。これうまい。なんだっけ？昨日飲んだやつ。なんつったっけな。あれが全然うまい。エチゴビールの。なんだっけ？昨日飲んだやつ。忘れた。あれ、画像載ってねえ。あれ、何だったっけ？忘れちゃった。あ、乾杯。このエチゴビールですね、結構種類がありまして、エチゴビールのサイトに行くとですね、ラインナップ。まあ、全部缶で見ると、缶ビールだけで見ると、1、2、3、4、5、6種類出てるって書いてあるけど、実際7種類だね。前回飲んだやつがここに載ってないので、7種類あると。そうですね。これ結構甘いですね。甘め。この、商品特徴が、新潟の素材にこだわり、新潟産コシヒカリを使って仕込みました。コシヒカリを使用することで、すっきりと喉越しとキレのある辛口ビールに仕上がりましたと。美味しい。甘い。前回の、あれに比べると全然甘い。あれなんだっけ？忘れちまったな。昨日飲んだはずなの。あれなんだっけ？忘れた。変な男がいたやつ。てか、なんであれ乗ってないんだろう。意味わからねえよな。あれ。あれ。なんで乗ってないんだろう。これはね、非常に甘いです。前回の飲んだやつが、あれは苦すぎたんだな。これで辛口ビールって言ってるんだったら、そのくせ相当、
甘く感じるね。あ、ブラウンポーター。ブラウンポーター。ブラウンポーターですね。あれやっぱかなり苦かったんだなと。思いました。うん。あ、これは、ちょっと、微妙にぬるいな。あれ、結構冷やしたつもりなんだけど。結構ぬるかった。これ結構美味しい。うん、甘いですね、やっぱりね。そこが特徴でしょうか。ああ。これは多分、うん。やっぱ苦くない部類のあれなの。でですね、この越後ビールの種類を紹介すると、ピルスナーという茶色の、というか黄金色の、金色の瓶ですね。瓶茶は、缶か。エビスみたいなやつ。と、白い、缶のビアブロンド。と、これが銀色のこれですね。で、あと黒い缶の、スタウト。と、赤い缶のレッドエール。あと、青っぽい缶のホワイトエールと書いてありますね。これはね、甘いんだけども、しっかりその、酒という感じのビールの、ああ、酒だなっていう感じの酒の味がする。で、香りが非常に、マイルドな。香りですね。はい、今日のつまみは、久々ですが、おしゃぼり昆布の梅。ですね。今日ですね、スーパーで、一つやらかしまして、このおしゃぶり昆布の、このシリーズ、の、都昆布っていう、シリーズなんですけど、それの、この四角いそのさ、なんか細長く、若干こう、ちっこいさ、四角いさ、箱みたいなさ、パッケージのさ、ちっちゃいやつあるじゃん。あれをですね、買ったんですが、なんと、カゴに置いてきてしまって、忘れてたね。あれ、多分。家帰って、あれ、ないと思って。カゴはね、赤色だったから、それに擬態して多分、見つかんなかったんだろうね。ちっちゃいしね。多分、隅っこの方に隠れちゃった。もったいないことしたわ。100円無駄にした。くそ。そう、無駄にすると余計食いたくなってくる。あーって感じ。あ、美味しい。うん。まあ、エチコビールはね。これはちょっと、ちょっと微妙ですね。正直。まあ、美味しいは美味しいですけど。ただ、250円から300円するんで、それを考えると、ちょっと、って感じ。が、個人的には、しますね。
あ、これ一応ピルスナーなんですね。やっぱりね。うん。あなたの知らないビールの世界っていうサイトを見てますが。すっきり辛口というスーパードライ的な売り文句のビール。確かに見た目もね、銀色なんで、似てますね。アメリカンラガーの部門で受賞歴があるようですが。ああ。これご飯つまみになるかもな。確かに。これご飯つまみにできるか。なんか。美味しい。おしゃぶり昆布。まあ、ピルスナー。なんだけど、結構甘いですね。甘めのピルスナーみたいな感じで、受け取っていただければ、問題ないでしょ。甘い。確かに。やっぱり甘いですね。非常に。甘さが。苦いというよりは甘い。美味しい。でもこの昆布、美味しいわ。中野昆布。中野物産株式会社、おしゃぶり昆布。明日買ってこよう。その買い逃したというか。買って置いてきちゃったみたいな。感じに。美味しい。これつまみになるわ。これいいつまみ。見つけた。なんか。量は少ないんだけど。まあ、グラム的に言うとね。たった12グラムしか入ってない。だけど、これつまみにはいいわ。ビールのつまみにはこれいいわ。そういうことで。まあ、これ四つ星だな。それではご視聴ありがとうございました。